小作り番長。それがしにご用でしょうか。桐生殿、お願いがあるのですが。それがしも家事の手伝いをいたしたく思います。どうかお許しを。何をおっしゃいます。家事とは家内の決まりごと、真奈美家のしきたりを変える大事です。無理な願いを申し上げる。それがしをお許しください。桐生殿、本当によろしいのですか。それがしのようなもので本当に。心配には及びませぬ。桐生殿は今しばらく今にておくつろぎくださいませ。必ずや桐生殿にご満足いただける料理を作り上げてみせます。母上、お手伝いいたします。いや、台所はいわば女の戦場。琴音が挑むにはまだ未熟。
今は耐え、修行に励むのです。心得ました。しまった！切りすぎた。米か、米が砕けた。米粒には七人の侍が宿るというのに。なんと面妖な電子ジャートやら、一体どこを押せばよいというのだ。何が何やら全くわからぬではないか。切り捨ててくれる。すみません、失敗してしまったようです。かくなる上は恰幅してお詫びを。花嫁修行とはかくも大変なものなのですね。何でしょうか、飛龍殿。スケルダなど滅相もない。それがしは飛龍殿の自衛としておそばに仕えているのです。過分な評価をいただき、恐悦至極に存じます。何でしょうか、飛龍殿。しかし、手をつなぐだなど、なんとハレッチなことを。慌てる母上はとても可愛いです。はあ、
桐生殿、見ておられたのですか。これは恥ずかしいところを。ありませんとも。ないったらないのです。優れた武人にも泣きどころがあるものなのですね。大変よろしいお日柄でございますですわね。何をおっしゃっていらっしゃりますですか、それがし。私は普段とお変わりありませんことよ。天気の話は効果的だと、困った時でも大丈夫だと。違います。そのいわゆる男女の交際マニュアル。
母上はとても可愛い方です。可愛いですか。琴音にまでそのような。混乱はしておりますが、取り乱すよりもその嬉しいのです。母上と父上はラブラブなのですね。これ、そのようなことを恥ずかしげもなく言うものでは。ものではございますが、引き続きよろしくお願い申し上げます。よろしくお願い申し上げます。他校の女子学生にも嫌がらせをしているらしいとの話は私も聞いています。お兄ちゃん、私も前に絡まれたことあるよ、ここの人たちに。姉ちゃん金出しな、金がないなら服脱ぎなよ、ほれほれって。え、私はまだ。